なにこれ、もちもちケーキ。ケーキ屋さんオープン。今日は来年のために新作のケーキを考えないと。翼ちゃん、どんなのがいいかな。どんなのだろう。そうだ、一人一つずつ考えない。だってケーキの種類はたくさんあった方がいいしね。そうだね。じゃあ早速考えよう。私はどんなケーキにしようかな。やっぱり見た目が可愛いケーキの方がお客さんに喜んでもらえるよね。このカラフルなクリームを使って見たこともないカラフルケーキを作っていくよ。まずはスポンジを4枚準備していくよ。まずは一番下のスポンジにこのぶどう味のクリームを塗っていくよ。このクリームすっごく絞るの難しいんだけど、これ新作のケーキにできるのかな。ちょっとヘタッピになっちゃったけど、こんな感じにクリームを絞ったら、こうやって2枚重ねてこの緑色のクリームを絞っていくよ。メロン味のクリームね。さっきよりいい感じな気がする。これも2周絞って、ほら、やっぱりさっきよりも上手にできた。さっきよりも小さい生地を乗っけて、次はこのオレンジ色のクリーム。これはオレンジ味ね。オレンジ味のクリームなんて食べたことないな。最後の生地を重ねて、オレンジ、キウイ、パイナップル、ラズベリー、ブルーベリー、生クリーム、フルーツ盛りだくさんのカラフルフルーツケーキの完成。これなら絶対人気商品になりそう。私は新商品は食感を大事にしたケーキを作ってみようかな。もちもちプルプルのお餅みたいなゼリーみたいなケーキにしようっと。私はこの生地を使うの。お餅みたいにもちもちでゼリーみたいにプルンプルンの生地なんだよね。この生地を鍋に入れて美味しくするためにこの秘密の粉を混ぜていくのよ。この粉はハートの粉で可愛いのよね。しっかり全体に混ぜていかないとね。これじゃあまだ全然足りないな。もう全部かけちゃえ。もう一回ちゃんと混ぜたら、これをこっちのケーキ型に移して冷蔵庫で冷やすの。冷やして待ってる間にこのクリームまぜまぜマシーンでクリームを作ってデコレーションしていくわよ。いちごクリームとバナナクリームを順番に入れて蓋をして絞ったら、美味しそうな色のクリームができたわ。固まったら型から出して、早速デコレーションしていくわよ。さっき作ったクリームをバラの形に絞って葉っぱもつけてキラキラパウダーで仕上げをしたら、もちもちプルプルケーキの完成。翼ちゃん完成したの？見せて見せて。私は食感が不思議なケーキを作ったの。これが私の考えたもちもちプルプルケーキよ。すっごい、私も食べてみたい。リカはどんなケーキを作ったの？私はこれよ、カラフルフルーツケーキです。すごいじゃん。このクリーム全部味が違うの？いろんなフルーツの味なんだ。いいじゃんいいじゃん、人気出そう。じゃあ早速店長に味見してもらおうか。店長。はい、どうしたの？これ私たちで新作作ったんです。食べてください。へえ、見た目はなかなかいいじゃない。でも味はどうかしらね。美味しいわ。翼ちゃんのはお餅のようなゼリーのような不思議な食感だったわ。よっしゃ、狙い通り。リカちゃんのはどうかしらね。いろんなフルーツの味がしてたくさん食べても全然飽きないわ。これはいくらでも食べれそうね。やったー、褒められた。まずは今日早速お店に出してみましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ハルト君、来てくれたんだ。今からレンの家に行くからケーキでも買っていこうと思ってさ。あら、あなたはリカちゃんの彼氏なの？あ、はい、そうですけど。ちょうどいいわ。今日リカちゃんと翼ちゃんが新作ケーキを考えたんだけど、よかったら買っていかない？え、リカちゃんが？買います買います買います。もう
くんってはやだ。相変わらずラブラブね。じゃあリカちゃんが作ったのを2つと翼ちゃんが作ったのを1つお願いします。ハルトくん、2つもありがとう。ありがとうございました。早速売れてよかったじゃない。はい、そうですね。あ、また次のお客さんが来たわ。いらっしゃいませ。ママパパ来てくれたんだ。さっきそこでハルトくんと会ってね、リカと翼ちゃんのケーキがあるって聞いてきたんだ。だから残ってる2人のケーキを全部ください。全部当たり前だろ。大事なリカとその友達の翼ちゃんが頑張って作ったんだからな。もうパパってば、ほんとリカのこと大好きね。ほんとに買って帰ったね。あ、ありがとうございました。評価をぜひ。チャンネル登録はここからよろしくね。ここでみんなに質問。みんなはどんなケーキが好きなのかな。よかったらコメント欄で教えてね。バイバーイ。